おはようございます。渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年4月23日です。はい、えっ、ー、と、もう、あ、これあの、ちょっと体の音は関係ないんですけども、ちょっとね、あの、悪質かつ深刻かなと思いましたので、今動画を撮っています。えっ、ー、と、ことの発端はですね、ちょっと私あるメルマガを撮っていまして、あの、パンケーキスワップを、まあ、お試し程度に今やってるっていうお話はいつかしたと思うんですけども、で、あの、えっ、ー、と、こう えっと、今日23日14時からですね、日本時間の20あ14時から、パンケーキスワップの、えー、と大幅アップデートというのが始まるそうなんですね。で、それに先駆けまして、あの、流動性を提供している方、いわゆるあの LP トークンというものを持っている方は、一旦それを取り下げて、ここに書いてあるんですけども、えっ、ー、と、ファームから LP トークンを一旦引き出して、あの、LP を一旦 解除してくださいとで。それから LP を新しい LP に行こう。で、これは、あの、新しい画面になってからっていうか、えっと、パンケーキスワップのその、の、えっ、ー、と、まあ、UI がですねあの、アップデートされてるからということになると思います。で、あの、だから、まあ、とりあえずやっていただくのはファームから LP トークンを引き出して LP を一体解、一旦解除するということですね。あの、これ、 あの、聞いてわからない、もうすでにあのパンケーキスワップで流動性を提供している人はこの用語を聞いてわからないはずはないと思うんで、細かい説明はしませんけれども、はい、あの、 ま、その流動性を一回解除してくださいということですね。ペアで、あの、LP トークンっていうのを組んでるはずなんで、その LP トークンをちゃんとあの解体するところまで、あの、やってくださいっていう感じですね。それが、23日14時までにやっておかないと、その資金もろとも失う可能性があるんで、ということをあの言われてました。で、なんで私こんな遅くなったかって言いますと、 まずあの、昨日の夜中にちょっとそのメルマが来たんですね。なので私もそのメルマが来なかったらね、知らなかったんですよ、恐ろしいことに。なので、えっ、ー、と、まあ、あるメルマが来て、そこにパンケーキスアップやってる人、あの、要注意ということで、えっ、ー、と、ファームから LP トークンを、あの、一旦引き出してください。それを23時、14時までにやってくださいっていうメールが昨日のね、結構ね、 あの、深夜ぐらいに来たんですよ。そしたらその、もう間髪入れずにっていうんでしょうかね。それから数十分後でしょうかね。見てください。この、えー、時間。あ、これは私がその、まあ、メルマが来たその後にね、来たあの時刻なんですけども、夜中の2時29分です。本日の。で、あのー、見てみたらですね、あの、パンケーキスワップ BSC デックスさんがあなたの、次のドキュメントのアクション、 アイテムを割,割り当て、ましたってわけわかんないじゃないですか。まあ一応日本語なんですけども、いかにも英語から訳した感じのですね。で、まず私違和感感じたのはこのパンケーキスワップってあるじゃないですか。ここね、スペース空いてるんですよ。でもパンケーキスワップって、ここは、あの、 えっと、本物はっていうんでしょうかね。あの、スペース空いてないんですね。で、まずここで、んと思ったのと、あと BSC とか DEX とかもともらしい言葉をくっつけて、Google ドキュメントって言っても、ほんともともらしいですよね。だからもう、あの、私たちがこう、馴染んでる言葉、信用できそうな言葉をこうね、連ねているわけなんですよ。それであなたに割り合ってましたよっていうから、なんだと思ったら、あの、パンケーキストラップが、 あ、これあの詐欺の警告なんで、あの、こういうの開かないでくださいっていう警告です。ええー、と、あなたにはその400ケーキが割り当てられたフリー、あの、無料でね、400ケーキも,もらえるから、あの、クレームしなさいよと申し立てなさいよっていうわけですよ。で、ここになんかドキュメントがついてて、で、あの、番号が振られてるんですね。私ちょっと用心のために消したんですけれども、 で、だからこういうのをこう開けさせようとしたりとか、もしかしてまあウイルスなのかなと思ったんですけど、あとこういうところをね、開けさせてですね、ここからあの申請しなさいよということで、あの、ここからね、メタマスクにつなげさせるつもりなんですよね。で、それを、あの、プロ、プロモーションはね、急がないと、4月31日までに終わってしまいますよっていうわけですよ。で、あと400ケーキ受け取りたいんだったら、すぐ、あの、ここにつないで、コネクティを覚えて、つまりメタマスクにつなぎなさいよというふうに、 言って、で、あの、パンケーキスワップで会いましょう。つまり、このパンケーキスワップで、が、あの、まあ、アップデートされるから、だからその時にね、あの、まあ、その合間にその400ケーキあげるから、それでまたこのパンケーキスワップがアップグレードされたら、ここで戻して使えばいいあの、ステーキングすればいいんじゃないみたいな。そういう、こう、うまくね、なんていうか、あの、私たちの、 欲望に絡めてっていうんでしょうかね。やっぱりお金増やしたいから私たちやってるわけなんで、そこにこう、うまく絡めてね、こういうのを送ってくるんですよ。だから私最初は反応しそうになったんですね。思わず、ここもクリックしそうになったし、ここも、じゃあここはちょっとやばいから、 ここだけでもクリックしてみようかなって気持ちにふっとね、なってしまったんですね。でも思いとどまったんですけどいや、こんなはずはない。これタイミング的にできすぎだろうと思ってあの、どこもクリックしないままね、ちょっとあの別の、あの、えっ、ー、と受信ボックスからちょっと外したんで、危ないからね。あの、何かの表紙でやっぱクリックしてしまったら危ないんで、 あの、ちょっと受信ボックスから外したんですけれども、そんな感じです。で、こういう感じの、まあ、万が一ね、詐欺じゃないかもしれないですよ。でも私はもうほぼこれは詐欺だと思ったんで、とにかくメタマシックにね、なんとかしてこう誘導、 あの、つなげさせるように誘導してるとしか思えなくなったんで、最終的には。だから何もクリックしていません。なので、あの、まあ、一つにはそのパンケーキ使ってる人、LP トークンがある人は解体しといてくださいっていうのも一つあるんですけれども、あとこういうメールがね、あの、う,うまい具合にこう、 あの、入り込んできたりするんで、こういうのに引っかからないようにという注意喚起で。で、一つは、まあ、あの、パンケーキスアップとかね、自分には関係ないよと思われるかもしれませんけども、体の枝でも、やっぱりギブアウェイ詐欺って言って、チャールズさんの画像を使ったりしてね、あの、枝を送ってくれたら何倍にして返しますよ、みたいな。あの、そんなことをやったり、テレグラムにそういうメッセージが入ってきたりとか、ありますので、あの、こういうのっていうのはね、パンケーキ、 カルダネーダそれに限らず、あの、常に、この市場が、あの、まあ、比較的、この、まあ、あの、なんていうのか、えっと、市場がいい、いい時っていうか、あの、地場がいい時っていうんでしょうかね。こういう、あの、市場が、まあ、今、下落してますけれども、あの、比較的、この、市場が賑やかになっている時にね、起きてきやすい。で、みんながこう、浮かれてる時にね、こういう、 ものも発生しやすいのであの、ぜひ最新の注意を払ってですね、こういう変な、あの、こういうドキュメントだとか、こういう、あの、リンクだとか、踏んで、あなたの大切なウォレットを繋ながないようにしてくださいという注意喚起でした。ということで、これは、あの、どこの銘柄をお持ちだろうと、カルダネーダーだろうと、パンケーキスワップだろうと、バイナンスだろうと、イーサリアムだろうと、関係なく常に、あの、こういうリスクを払んでるんだということを念頭に置いて、あの、行動していただけたらというふうに思いました。それでは、最後までご視聴くださいました。ありがとう ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。